さんこんにちは、監督の岡ちゃんです。この動画ではマスターリーグ監督モードでの目についたプレイや試合をお送りいたします。今日はブンデスリーガ第2節バイエルンメンヘン対シャルケの試合をお届けいたします。ではどうぞ。皆さんこんにちは。本日の試合はミュンヘン対シャルケ、この模様をお届けしてまいります。解説北澤さん、実況ジョン・カビラでお届けしてまいります。北澤さん、今日はよろしくお願いいたします。どうもこんにちは、よろしくお願いします。さあ選手入場です。ミュンヘン、この試合4-5-1というシステムで立ち上がりから臨んでいます。非常に中盤にトライアングルが作りやすいシステムですよね、ボランチとオフェンシブハーフを中心に組み立てていく中で、相手ディフェンスをサイドまでいかに引っ張り出せるかですよね。なるほど。数的優位な状況を作れればワントップを生かす形が作りやすくなりますよね、はい、あとはそのトップがどういう役割を果たすかがポイントになってきますよね。なるほど、前線ワントップが重要なんですね。そうですね、この場合ワントップは2列目以降の選手が飛び出してきた時にきっちりポストプレーをこなすことですよね。なるほど、まあ、トップも中盤のトライアングルの一員としてビルドアップに参加することで相手ディフェンスのラインを高くすることができますから、まあ、できたその裏のスペースにどんどん飛び出していく形ですよね。なるほど。さあ間もなくキックオフです。キックオフでスタート。ミュンヘン対シャルケ、ゲームの序盤どう動いてくるんでしょうか。ミュンヘン監督が昨シーズンの国内リーグを制しています。今シーズンも期待がかかります。いや実に輝かしい実績でしょうね、まあ、今シーズンも引き続き狙いに行ってほしいですよね。はい、このプリアンカ、プレスからボールがこぼれる。ラフィーニャ、組み立てながら攻め上がっていく。出ましたね、いいボールだ。ロッベン、おいい形じゃないですか。ルーズボール、マックスメイヤー、ベンタレブ、ここで収まる。シャルケ、これは奪い返します。ここで受けて、うまいですね、中央、頭しのぐ。ベンタレブ、マックスメイヤーからアーチのようなパス、ふわっとしたボール、ヘディング、きた、先制、シャルケ、シャルケここで先制。頭で正確に流し込んできました。焦らずにね、落ち着いたヘディングシュートで見事なゴールだったと思いますよ。さあミュンヘン、この立ち上がりに失点と、北澤さんいかがご覧になりますか。いや強豪同士いきなりスコアが動くゲームになりましたよね。失点した方は追加点さえ与えなければまだ序盤なのでいくらでも立て直しは効きますよね。少しルーズになる、裏へ届くか、ここはファールを取られます。およそ30メートルというところです。
ここでルーズボール。起きましたよ。柔らかいボール。シュート。オフサイドです。ブリールエンボロが飛び出していました。いや、本当ディフェンスラインギリギリですよね。キーパーからのロングフィード、細かくパスをつないで攻め込んでいきます。この柔らかいパス、いい展開ですね。マックス・メイヤー、長いボールを送ります。レバンドフスキ、裏を狙っていきます。さあ左サイドへ、中央、カウンターを仕掛けます。ブリールエンボロからウォルタース、スルーパス、仕掛けるか、レバンドフスキ、リベリ、このパス回し、アーチのようなパス、ヘディング、いや飛び込んでいってダイビングヘッドでした。足で行かずに頭でっていう選択でしたけどもね。シャルケとしてはここに来ても無理はしないでしょうね。前半もうすぐ終わりますからね。トリッソ、ボールはロッベン、ラフィーニャ、サイドのスペースへ走らせる、緩いボール、シュート、完璧、これは素晴らしい反応でした。いや、いい反応でしたね。よく触りましたね、本当に。好セーブを見せました。これはキーパー、このプリアンカからターテのボール、チェックを受けながらのドリブル、ドルーズボール、ここはすぐ奪い返します。シャルク、ね、ここで前半の45分が終了しました。前半から得点が動いています。シャルク先制してそのままリードで折り返しました。後半スタート、シャルケ 1-0 リードです。ボアテング、トリッソ、アラバ、リベリ、緩く狙ったボール、これはチャンスだ、どうだこのシュート。まあどんな状況でもどこからでもゴール狙ってきますからね。意識高いですよね。ベンタレブ、サイドのスペースを使います。ディアゴ、ロッベン、ラフィーニャ、ボールはロッベン、ふわっとしたボール、ナウド、ゴレツカ、このプリアンカ裏のスペースを狙う、リベリ、ボールを下げてリズムを作るか、左上がっていきます。
柔らかいボール、あ、止めてきた。ヘディングでした。シャルケは選手交代のようです。シャルケ、このセカンドハーフの序盤を1点差でリードしているんですが、この後の展開、北澤さんはどうご覧になりますか？そうですね、早い段階から決めに行けたら最高ですよね。後半 1-0 の状況ってかなりシビアですから、やられたら同点、決めたら安心という大事な場面ですからね。ベンタレブ、リズムを刻む、シュート、ボールが迫る、もう一度。いや、北澤さん、これナイスセーブでしたね。そうですね、難しいボールでしたけどもね。いや、よく止めましたね。いや、綺麗なボレーでしたけどもね。そうですね、しかしまたそれ以上に素晴らしい反応を見せたキーパーです。ふわっと裏を狙う。さあ、フラッグは上がっていません。さあ、どうする。このスルーパスは通りません。サイドへ、ティアグ、北澤さん、ここまでご覧になっていかがですか？シャルケとしてはまだ守りに行く時間帯じゃないですからね。積極的に追加点を狙ってどんどん行っちゃっていいと思いますけどもね。リベリ、パスでつないで攻め込んでいきます。ボールのこのパス、ミュンヘンとしてはこのやり方を続けていけばいいと思いますね。とにかく前へ前へですよね。大きく縦へ。失点してしまうと非常に厳しくなりますからね。ディフェンス集中してますよね。この柔らかいパス、シュート、同点。ミュンヘン、ミュンヘン、ここに来て追いつきました。いや、よく反応しましたね。セカンドボールをあらかじめ予測しておく、非常にポジショニングセンスが光ったゴールになりましたよね。実に落ち着いてましたね。カードを切ります。さあ、ミュンヘン、2人の選手を入れ替えます。ミュンヘン、同点に持ち込みました。ここ非常に疲れを感じる時間帯なんでね、はい、そこを気持ちでカバーしていかに走れるかが重要になってきますよね。そうですね。ロングフィードで狙う。ミュンヘンとしては先ほどからマークする相手に対してあまり近すぎないように距離を保ったポジションを取ってるんですよね。なるほど、その意図は何なのでしょうか？まあ、裏を取られるのが嫌なんじゃないでしょうかね、うん、ラインを高めに設定してオフサイドトラップ仕掛けるという手もあるんですけども、はい、失敗した時のリスクを考えて裏のスペースを消すやり方を選択してるんですよね。ジャギエルカからアーチのようなパス、トリッソ、トリッソからこのフィードパス、惜しい攻撃でしたけどもね、このまま終わっちゃうかな。ここにロッペン、ボール入りましたよ。どうぞ、シュート、ウィリアムズ、縦へのボール、ペナルティ、アラバ、ミュンヘンとしては時間ないですからね。レフリー試合終了のホイッスル、1-1、シャルケ、この時点で勝ち点1を得る結果となりました。さて、北澤さん、試合の総括をお願いします。シャルケとしては前半に得点した後追加点がなかなか奪えなかったですよね。
逆に一瞬の隙を突かれてしまいましたし、いろいろと課題に残った試合になりましたね。はい、ありがとうございます。さあ、そろそろお別れの時が来ました。解説は北澤剛さんにお願いいたしました。北澤さん、本日ありがとうございました。はい、どうもありがとうございました。引き分けて両チーム勝ち点1を手にしました。